はい、皆さんこんにちは。ライカムチャンネルの東沢でございます。本日の動画はですね、ちょっと初日の出の動画をね、皆さんに紹介したいなと思っております。本日動画を撮影しているのがもう1月20日でですね、もう1月の中旬になってるわけなんですけども、一応東沢の中で沖縄県内の初日の出スポットって結構いっぱいあってですね、ただ子連れで行ける初日の出スポットっていうのはなかなか少ないんですよ。子連れで安心して行けるね、初日の出スポットって。でその初日の出スポットの条件っていうのが2つあります。1つ目駐車場があること、はい、2つ目トイレがあること。これがね、まあ、子連れにとってはもう絶対に必要不可欠な条件なので、カミカミですけど、それが満たされているスポットっていうのはなかなかないんですよ。で今回はイオンモール沖縄ライカムさんね、あの毎年元旦の日は屋上駐車場開放してくれております。朝6時ぐらいからね、多分入ることができたと思うんですけど、はい、イオンモール沖縄ライカムさんの屋上だとトイレも近い、駐車場も大きい、なおかつ敷地も広いので3密にもなりにくいというところでですね、もう素晴らしい初日の出スポットがあるので、ぜひね、あの2022年の初日の出スポット選びの参考にしてもらえればなと思って、今回ね動画で紹介していきたいと思います。ちなみにね、今ちょうど本当に1月20日撮影しているところですけども、沖縄県緊急事態宣言ね、独自の緊急事態宣言が出ました。で引き続きね、飲食店だったり、まあ飲食店のね時短営業だったり、必要がない外出を避ける、それから3密を避ける、手洗いうがいなど、その衛生対策をしっかり行うっていうのを、まあ引き続きやりながら、ちょっとねやっぱ緊急事態宣言が出てるほど今病床が多分圧迫されている状況なんですよ。なのでなるべくね、まあ僕も YouTube チャンネルをやってる身分なんですけども、なるべく外出を控えたりだとか、今もこうちょっとね自分のスタジオを使って撮影しているんですけども、そういうことを増やしながら、今医療従事者の人たちね、本当にね大変なんですよ。大変なので、その人たちの負担につながらないような行動をしていきたいなと思っております。では早速ね見ていきましょう。はい、こんな感じでね、イオンモール沖縄ライカムさん初日の出のために駐車場開放してくれて本当にありがとうございます。一応ね、まあ、1月1日は今この1月20日ね、県が独自で緊急事態宣言出してますけども、その段階ではなかったので、やっぱねこの初日の出を見に来ていていたこの観客の皆さんはちょっとね、ちょっと密になってるんじゃないかなって心配にはなるぐらいだったんですけど、まあそれでも敷地が広いので、まあいい感じにばらけてですね、やっぱり屋外なのでみんなマスクしてましたよ、もちろん。はい、そういうところでね、やっておりました。なので本当にね快適な環境で初日の出をね拝むことができたので、すごく良かったなと思います。で次回はですね、この初日の出とか朝日ね、そのなんていうんですか、太陽を被写体とした写真の撮り方っていうのね、スマホで綺麗に撮る方法、失敗しない方法っていうのをね紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ次回もご覧ください。本日の動画が初日の出の参考になったら、いいねを押してもらえると嬉しいです。またね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それからですね、ライカムチャンネルでは、まあ、今東シーサーがですね2022年の2月28日までちょっとね公式 YouTuber として活動させていただいております。でその中でやっぱりねコロナの影響もあったし、天気もねそんなに優れなかったので、外でのね撮影というのがなかなかこういけなかった時期があったので、今後ねどんどん増やしていきたいなと思っております。そこで皆さんにお願いがあります。ぜひね YouTube っていうのは、ライカムチャンネルっていうのは、皆さん地域の人たちも含めてですね、北中城村の PR につながることももちろんなんですけど、コミュニケーションがしたいんですよ。
コミュニケーションツールとして YouTube チャンネルを運営しているので、ぜひぜひ皆さん何かね、ご意見だったりご感想、それからね励ましのコメントなんかも嬉しいですけど、そういうこういう場所おすすめですよとか、こういう企画どうですかみたいなことがあったら、ぜひコメント欄でコメントしてもらえたらすごく助かります。はい、という感じでね、ぜひぜひ次の動画ではこのスマートフォン iPhone 12 Pro Max を使って写真術っていうのをね紹介していきますので、そういうのもどんどん増やしていきたいので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。それではまた。